What's up guys? ケントです。アストです。ということでね、はい、今回ですね、こちらの GU の紙パーカーこと、ヘビーウェイトビッグスウェットパーカーをね、紹介しようと思うんですけど、うん、早いですね。早いですね。だって本当、4ヶ月前にやったばっかなんだけど、うんうん、ね。そう、これが本当に恒例企画で、うん、1年に1回っていうね、1年に1回やるっていう恒例企画なんですけど、もう4ヶ月前からまあ早いですね。早い、はい、でこれ詳しく説明すると、うん、まあ、GU から出てる紙パーカー、ね、うん、うちらは GU のリバースイーブって呼んでる、うん、まあ、パーカーなんですけど、本当ねすごい安くてめちゃくちゃクオリティが高いということで、毎年ねレビューしてて、うん、実はもう4年だ5年目か、うん、ね、去年が4年目で、はい、今年が5年目なんだけど、はい、それが2020年、そう、21年、22年、23年で、また新作出ちゃってんじゃんっていう。出ちゃってんすよ。ね、そう。ちょっと早くないみたいな。早いっすよ。のがあったんで、はい、今回ね、うん、紹介しようと思うんですけど、うん、まず、こう、一年一年ね、こうディテールとか、こう値段もね、うん、変わってきてるんだよね。そう。今まで。うん、で、詳しいレビューは、ほんと4ヶ月前に、これが新作で出た時に、そう。説明してるんで、概要欄にね、リンク貼っておくので、見てください。全部レビューしてるんで、うん、違いを、うん、まあ、結構面白いんで見てください、ね、それ、はい、いろいろこう変わってよかったとか、うん、あ、こう変わっちゃったんだみたいな話もね、うん、いろいろしてるんでね、うん、まあ、そこも見てほしいんですけど、うん、今回はちょっと新作が新たに出たということで、そう、でコメント欄で教えてもらったね、実は。そうですね、うん、うちらも気づかなくて、はい、しれっと出てるみたいな。そうね、うんうん、言ってくださいよね、新作ね、本当、うん、なんで今回そちらを紹介していこうと思います。で、新作が、うん、実はね、名前がちょっと違います。そうですね、今までのこのパーカーがヘビーウェイトビッグスウェットパーカーっていうね、はい、名前だったんだけど、うん、実はこの新作、はい、名前がちょっと違うんですよ。違うんですよ ね、ちょっとわかるかな、皆さん。そう、見てわかるでしょうか、これどう、この感じ。そう、この名称が違います。うん、はい、で、この名称がですね、はい、ヘビーウェイトウォッシュドビッグスウェットパーカーという名前になってます。はい、はい、ウォッシュドです。そう、ウォッシュド加工されてるんだよね。はい、今までのは普通の、うん、まあ、いろんなカラーあったんだけど、はい、ね、うん、今回はウォッシュド加工ということで、はい、まあ、簡単にどういう加工かっていうと、まあ、ウォッシュドっていうことで洗ってるんだよね、はい、一度、うん、で、しかも何かしらね、うん、まあ、ストーンウォッシュだろうか何だろうか分かんないけど、うん、生地に風合いが出るような、はい、色落ちが出るようなこのウォッシュをかけてるんで、はい、本当古着のよう な、 そう、こう素材感、はい、こう生地感がね出てるという、そう、そういう、こうカラーリングになってます。で、うちらが好きな本当古着好きだから、うん、たまんないなみたいな感じで、たまんないね。GU 行った時に、うん、見た時に本当に古着が出てるのかなみたいな感じだったんですよ。うん、すごいね。すごいっすよ、うんうん。めちゃくちゃいいのなんだけど。そう、色がやばいっすよ。うん、これね、本当すごいことがあるんですよ、これ。うん、で、まずね、そのすごいことをね、発表する前にこちら側ね、ちょっと触れていくんですけど、うん、まず、これが2020年に出たやつなんですけど、これが1990円。安いなぁ、ほんと。そうで、1990円で、最初にこれを紹介した時に、うん、もうやばいってなって、ほんと GU のリバースイーブってなって紹介したんですよ、うん、で、これが1990円で、もうすげえいいのに安すぎる、うん、みたいな感じでレビューしたやつです。そう、でリバースイーブって何かっていうのが、うん、まあ、ちょっと前回の、ね、はい、動画で詳しくやってるんで、うん、そちら見てほしいんですけど、うん、まあ、簡単に言うとチャンピオンのこうスウェット、うん、はい、まあの、まあ、仕様みたいな感じなんですけど、うん、まあ、それを結構似たような仕様になってて、すごい良い、うん、そうで値段がやばいよみたいな感じで紹介したんだよね、うん、で2021年、うん、こちらが発売しまして、これが仕様は同じです、うん、仕様同じなんだけど2490円と、そう、ということで500円アップしました、うん、まあ、それはね、しょうがないんだよ。そのコットンの、まあ、高騰とか、うん、まあ、年々上がってくるんで、材料費とか、まあ、人件費とか、うん、まあ、しょうがない、まあ、500円アップしました、うん、でも安いよ。でも安い、うん、もう最初が値段設定バグってまして、バグってる、これでも十分安い、うん、で、2022年、うん、これが出まして、そう、これがまた500円アップです。そう、毎年上がってるよね。そう、500円アップしたんだけど、まあ、それはしょうがないだけど、ここの肩の仕様がちょっとね、うん、こっちも良かったなっていう。そう。そう。こっちはね、ちょっとね。縫い方が簡単に言うと、うん、簡単な縫い方になっちゃったね。そう。こっちの方が手の込んでる縫い方で、うん、まあ、費用的にもかかるんだよね。そう。なんだけど、この縫い方が省略されたプラス500円上がっちゃったよということで、ちょっとね、こう、どうした自由の、はい、ね、うん、こういい感じに来てたのに、うん、ちょっと良くない感じになっちゃったじゃん。そう。いうのをレビューしたんだよね。そう。で、去年、はい、こちら、新作出て、これが戻ったよ。そう、値段は据え置きなんだけど、うん、
仕様が、こちらに戻りました、うん、良くなったんで、そう、良くなった、そう、良かったっていうレビューしたんですけど、うん、今回はこちら、うん、仕様どうなるかというと、仕様が変わってません。変わってない、変わってない、そう、変わってないですね。変わってないんだけど、うん、値段が据え置き、そうで、ウォシュドしてんのに、うん、強気っす、これ。そう、すごいね。それがすごいっす。加工って結構ね、うん、費用かかるじゃん。そう、うちらもね。プラスで、はい、うん、こう費用かかるんだけど、うちらもね、服作ってるから分かるんですけど、うん、そう、やっぱかかっちゃうんですよ。かかっちゃう。そのだけど、据え置きってとこが、ね、やっぱ企業努力よ。すごいね。すごいです、これ。そう。ウォシュドして同じなんで、うん、仕様もいいままなんで、うん、すごいいいです。マジで、うん、はい。で、これね、ハトメのお話になるんだけど、うん、今までこう、ゴールド、ゴールド、うん、アンティークゴールドってこう色は変わったんだよね、うん、これが昔のゴールドで、はい、昔はゴールドだったんだね。そうそう。で、最新のやつはこちらのこんな感じ、アンティークゴールドっていうね、ちょっとこう酸化したようなアンティークゴールドっていうね、カラーになってまして、うん、まあ、それうちら的にはゴールドの方が良かったなみたいな感じの話なんだよね、うん、で、実はこの新作のウォッシュドのやつはこれね、アンティークゴールドなんだけど、ウォッシュド加工してるから若干この中のこう真鍮の色がね、このウォッシュドしてないやつよりこう光沢感があるというか、そう、この金の部分、真鍮のカラーが出てるんで、そう、結構いいね、これも。いいね、うん、うん、こっちもかっこいい。これを着込んだら、うん、こうなんじゃないかっていう感じで、ね、そう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 、うん、こう擦っていくと出てくるみたいな感じで、うん、このハトメの色もいいし、そう、このボディのこの生地感、うん、この風合いもめっちゃいいという。そう、今までこうだから去年も全部レビューして、うん、来年どうすんのみたいな、確かにどう変わるのかなみたいな、もう変わるとこないじゃん。そう、これが完璧ってなったんだよ、そう、結論として、うん、そう。で、まあカラーが変わるだけで今後はこう変わってくるのかなみたいな話したんだけど、うん、ウォッシュとしてきたんだよね。そうそう、すごいっすよマジで。これしかめっちゃいいワンだよね、マジで。そう、一回着てみる、着てみたもんね、うん、ということで、はい、来たんですけど、うん、こんな感じです。こんな感じです。こちらが2023年のやつで、うん、こっちが2024年の新作のウォッシュドです。そう、はい、いいね、やばいね、やっぱりこれね、まあ、元の形とかは本当すごい理想的で、うん、めちゃくちゃいいんですけど、こう風洞もね、うん、使う人とか、はい、見具合がめちゃくちゃいいね、ね、うん、こんな感じです。で、多分ね、うん、仕様は変わってなくて、うん、今回着用サイズが L サイズなんですけど、多分仕様っていうかこういうシルエットとかは多分変わんないです、うん、そうね、こちらに多分ウォッシュドかけてるみたいな感じですね、うん、で、はい、今まではそのウォッシュドかかってなかったじゃん、うん、だから家の洗濯機やると若干縮みがね、あ、出るようになったんだけど、確かにこれウォッシュドしてるからさ、確かに元よりが縮んでんじゃん、確かにそれはあるもんね。だけどあんまなんかサイズ感そんな変わんない気がするよね、うん、そうだね。だからそのウォッシュして縮む分計算してんのかもしれない、まあ、確かにね、うん、タフトが 170cm で L 着なんで、うん、そう、こんな感じで着たいっていうか、こういうサイズ感でちょっとゆったりめ着たかったら L、うん、そう、ジャストサイズ着たかったら M がいいんじゃないかと、うん、だね、うん、で今回のね、うん、このウォッシュド仕様のやつなんだけど、うん、色展開、カラー展開が3色で、うん、こちらのブラックと、そう、あとパープルとカーキなんですけど、うん、色味がね、うん、ちょっとあんまり好みじゃないっていうか、そう、このブラックはめちゃくちゃいい、ブラックが一番いい、うん、ブラックは最高なんだけど、うん、パープルとカーキが薄い色なの、うん、そう、せっかくのウォッシュドなのに、うん、なんかもったいないなみたいな、そう、ね、薄い色にこうなんかフェードかけても、うん、多少まあ変わるんだけど、うん、なんかこう古着のこの色落ち感、うん、濃い色にやっぱさ、濃い色をこうウォッシュドしたらさ、うん、かっこいいよね。そう、そこがね、ちょっとうちらは、うん、あの違う色でウォッシュしてほしいんですけど、ね、今回まあね、この2020年からやってるんですけど、うん、最初はこういうグレーとか、うん、あんまり色展開なかったんですよ、かかったね、で、どんどん増えてって去年これプラスあと8種類ぐらいあって、色展開がいいんですけど、うん、で今回このウォッシュドじゃないやつも出てるんですよ、うん、ヘビーウェイトビッグスウェットパーカーの2024年版も出てて、うん、カラーがめっちゃいいんですよ。そう、でそのカラーでウォッシュド欲しかったんですよ、うん、緑の濃いやつとかをウォッシュドしてほしいって、ね、そう思ったんだけど、まだやっぱあるんじゃない、今後出すのなくなっちゃうから、あ、小出しに、小出しに、あ、小出しにしてるね、してるかもしれない、あ、確かに、うん、じゃあそれを期待しようか、そう、来年はその緑、緑のこれよかったね、出ると思うんだよ、ネイビーとかさ、ね、まずとりあえずこの黒
発明。そう。パープルもなんかピンクみたいな。そうね。感じだね。で、カーキも、うん、そうカーキって言ってるけど、まあ、いわゆるカラーで言うとベージュみたいな。そうベージュだね。だからなんかおしろなんか違うなって感じ。そう。今後に期待しましょう。そう今後に期待。絶対出るから。そう。でも2024年の秋冬が。うんおしどじゃないかもよ。また違う出てくるかもしれないから。ああ、新たに。新たに。それも楽しみにして。そうね。はい。ってことでね、はい、今回は、こちら GU の、うん、もうカミパーカーをね、はい、また紹介してきたんですけど、うんまあ、気になったらね、はい、概要欄にリンク貼っておくので、うん、こちらも詳しいこうディテールとかを、ね、話してってよかったらチェックしてみてください。うんはいで、うちらね、うん、いつもは基本的にはね、こうアメリカの古着だったりとか、うんまあ、そういうのね、紹介したり、まあ、G もね、もちろんいいんですけど、うん、他のね、こういうスウェット、パーカーとか、うん、知りたい方は、ぜひぜひ、他もね、動画を見てみてください。ではですね、次の動画でお会いしましょう。バイ。